地獄の口とは、ユーラシア大陸の西端部のイベリア半島の西端部の海岸に存在する洞窟である。ちなみに、ポルトガル語のボカは口や入り口という意味で、インフェルノは地獄という意味である。地獄の口と呼ばれる洞窟の入り口部分。この洞窟は、ポルトガル中部のリスボン県のカスカイス付近の海岸に存在している。ポルトガルの首都であるリスボンからでも、 せいぜい 20km 程度の距離である。映画の黎明期に作られた、1896年の、イギリスのサイレント映画作品、ACK ブニアリスボンに登場したことで知られている。ハウス、CJ、e.、EK トラットマン、S アンダーグラウンドシネフィルムズ1933から1937、19 Proceedings of the University of Bristol、s p e e d i l o g i c a l Society 18、 415http コロンスラッシュスラッシュ www.ubss.org.uk スラッシュリソーシズスラッシュプロシーリングススラッシュ VOL18 スラッシュ UBSS プロク183415から 421pdf トロバーソスルイスエドワルドパニーセバイススドゥリレイボーカースティーコナメディアリーターティラフィールミスイーノーティスヤス デイビースタデバイアロチアイ、e、ーシエアスダテラ7111オリジナルの2013年11月13日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.2013111315205/.http:/eduep.uepb.edu.br/.rbct/.sumarios/.pdf/.ca.rstenamidia.pdf ありがとうございます。